オレグ・スブヤト・スラビチは、チェルニゴフ公、キエフ大公、スビアト・スラフの4男である。母は、スビアト・スラフの最初の妻キキリア。ボルイーニ公、1073年から1078年、トムタラカニ公、1083年から1094年、チェルニゴフ公、1094年から1097年、ノブゴロド・セベルスキー公、1097年から1115年、 オレグの年代記上の初出は1075年である。父、スベアトスラフの存命時は、オレグは、父のナメストニクとして、ウラジーミル・ボリンスキーに派遣され、ボルイーに広告を統治した。父、スベアトスラフが、キエフ対抗意をめぐってそのニージャスラフと闘争を、繰り広げていた1076年、オレグはいとこのウラジーミルと共に、ボヘミア港、 ブラチスラフと争うポーランドをボレスワフ2世の援軍に向かった。また、チチスビアトスラフとの闘争に敗れたイジャスラフは、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世に支援を求めて亡命中であり、ボヘミア皇、ブラチスラフとハインリヒ4世は同盟関係にある、という状況であったが、ポーランドをボレスワフ2世は、イジャスラフに対しては、非語を与えている。同年、 父スベアトスラフが死ぬと、ボレスワフ2世の支援を得たイジャスラフが、キエフ対抗位についた。オレグは、ウラジーミル・ボリンスキーを追われ、しばらくの間おじのチェルニゴフをフセボロドの元に身を寄せた。1078年、トムタラカニへと逃亡したが、同年8月25日、オレグとトムタラカニコ、ボリス、ボロビツの連合軍は、ソジツ側の戦いで、 チェルニゴフ公フセボロドを破った。つぐ1078年10月3日のニバ平原の戦いでイジャスラフを選出させるも、トムタラカニコウボリスもまた死亡し、オレグは再びトムタラカニへ撤退した。1079年、イジャスラフの後を継ぎ、キエフ大公となったフセボロドに捕獲され、コンスタンティノープルへ送られた。さらに、ロドストへ入るされたが、ここで、 パトリキの娘フェオファニア・ムザロンと結婚し、2年後には、トム・タラカニへ帰還する承認を得た。トム・タラカニへ戻ったオレグは、1083年、ダビド・ボロダリを追放して、トム・タラカニ公くらいに復位した。1094年、オレグは、父の有していたチェルニゴフ行為を、自身のものにするため、ポロ別族と結んで、チェルニゴフへの遠征を行った。 時のチェルニゴフ公は、ウラジーミル・モノマフであり、オレグは、モノマフのこもるチェルニゴフを8日間にわたって包囲した。チェルニゴフは戦火にまみれ、おそらく最終的には、モノマフは、チェルニゴフを明け渡して、ペレアスラブリへと撤退した。ポロビツ族は、チェルニゴフで略奪を行い、オレグもそれを許可した。なお、イーゴリ軍機においては、オレグは、ゴリスラビチと呼ばれ、ルーシの地に、 ポロ別族を引き込んだ元況として非難されており、一般地位年代記では、オレグはルーシの地に異教徒を呼び寄せ、多くのキリスト教徒の地が流されたと記している。1095年、ルーシ諸侯によるポロ別族への遠征軍が計画されるが、オレグはこれに参加せず、ムーロムを攻めている。1096年、 モノマフとキエフ大国スブヤトポルクは、ルーシの地を異教徒から守るための交渉を望み、オレグに使者を送ったが、オレグはこれに応じなかったため、モノマフとスブヤトポルクは、チェルニゴフへ軍を進めた。オレグは、チェルニゴフ広告領北部の都市、スタロデューブへじ、三33日間の防衛戦を繰り広げた後、和平交渉をモノマフラに求めた。モノマフラはオレグに、 オレグの兄弟のスモレンスク公ダビドと共に、キエフへ来て、交渉の席に着くよう求めたが、オレグはこれに反して、スモレンスクへ行くと、ダビドの連帯を率いて再度ムーロムを攻め、ムーロム公イジャスラフを戦死させた。さらにスーズダリ、ロストフをも落とし、ムーロム公国、ロストフ公国領全域を手中に収めると、ポサイド肉を排して、ダーニオ化した。しかし、 ノブゴロドコウムスチスラフに戦況を巻き返され、オレグはモノマフラと和平交渉を結んだ。1 9 9 7年、モノマフとキエフ大抗スブヤトポルクは紛争の終結を目的とする諸公会議を提案し、オレグもこれに参加した。リューベチにおいて行われた、このリューベチ諸公会議において、諸公が事業を世終量とする原則が取り決められ、チェルニゴフ公国領が オレグラ兄弟の墓地名として認められた。オレグは、チェルニゴフ広告領の都市ノブゴロド・セベルスキーと、クルスクへ、ノブゴロド・セベルスキー広告を統治した。その後、1098年のゴロデツ諸公会議、1100年のウベチチ諸公会議、1101年のサコフ諸公会議、1103年のドロブスキー諸公会議に参加したことが、ルーシの年代記に言及されている。 1107年、ルーシの地を襲撃した、ポロ別族アセシャルカンに対する遠征軍に参加し、ロブナへと軍を進めた。同年のその後、息子スビアトスラフとポロ別族アセアエパの娘との間に婚儀を結ばせた。なお、自身もポロ別族アセオソルクの娘を再婚相手として迎えており、スビアトスラフはオソルクの娘の子である。1115年8月1日に没死。 チェルニゴフの旧世主大聖堂に埋葬された。オレグの子孫は、以降のチェルニゴフ公国、ノブゴロド・セベルスキー公国と、その分量公国の歴代の公を輩出し、しばしば、流陸町の他の家系とも権力闘争を繰り広げる、ことになる。カズトメの妻は、ビザンツ帝国出身のフェオファニア、二人目の妻は、ポロベツ族アセオソルクの娘。子には、以下の人物がいる。 ティムナック、マーチン、ザ・ダイナスティオブ・チェルニゴフ、1054-1146、ポンティフィカル・インスティチュート・オブ・メディーバル・スタディーズ、1994、P39、AB、3.6、リバース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 、ABCDEFGHIJKL、Z ・ー、AB、Z ・2015、Z ・ Z, Z ・ Z ・ありがとうございます。